ラブグリッド。あ、ちょ、そこの視聴者さん、ちょっと待って。チャンネル登録ボタンをグッドボタンを押したら、ブラウザバックしてもいいけど、それをしなかったら、このスケスケの世界で呪われちゃうから気をつけなさいよ。ということでやっていきましょう。ブルーホースでございます。今回も実況を見ていただきまして、どうもありがとうございます。今、耳を澄まして聞いていただいた方、そうです。私今噛みました。ありがとうございます。今回じゃなくて、本回って言っちゃう。本回ってことはね、すべてが公開して、ということで、六欲の退治、オープンセサミ、ジュジョン。ということで、今回はね、砦に向かっていきたいと思うんですが、砦に入るところまでがまあうまくできればいいかなというふうに思ってまして、まあとりあえずは、まあこちらの世界でね、ちょっとぬめぬめとやっていこうかなと思います。ぬめ。ここにさ、これがある意味があんまりよくわかんないんだよ。確かに帰り道にたくさんの雷管が出てくるっていうのはあるんだけど、かといって別にその雷管をぶちのめさなきゃいけないほどね、あれはないと思うんですけどね。ここで豚一匹だったっけ。豚、肩ロース。高いよね。ほんと豚もさ、前までなんかね、まあ、鶏の胸肉の話とかでもしたことあるけどさ、ちょっと、いくつかの、例えばさ、198円だったのがさ、228円とかになったりとかさ、あ、でもさ、こいつちょっとシンプルにぶちのめしとかないと、後からあれか、敵が追加される。あ、気づかれちゃったー。気づかれちゃったわー。意外と。しゃあない。あ、終わったわ。あ、終わってねえわ。おい。そうだね。こいつさっさと倒しとかないとさ、敵が後から出てくる。あんたどうやってどこに仕込んでんのよっていう話だよね。あ、違う。なんかいつの間にか、そうなんだよね。まあ、進んでいかないとさ、そういうことになるんだね。で、砦に入ったらまたさ、ハグリッドがさ、俺のドラゴン知らねえかってまた入ってくるからさ、ねえ。ぬめぬめなめくり。ちょっと、OK、3つ。あれこれ、全部いけた？いけてない。あ、ちょっとそっか。おお。いつも。燻製されてる肉だったとしたら別に問題ないんだけどさ、これがいつから仕込んだ肉だったのかっていうの次第でね、まあいや、小銭稼ぎ。とりあえず今回のね、あの目標はすべての、なんだっけ、すべての、あれちょっと、あれまだ響き切れてないやつがある。今持ってる手持ちのね、あとマグナムのね、改造が全部終わらせるっていうところだからね。あ、あった、これかな。これさえ拾えば、あれまだあるの？あ、これか。いけたね。よし、スナイパーライフル。ちなみに、アイテムはあー、まだ余裕あるね。初めからこんだけしか、あれ違うの？そうだよね。初めからこれだけ仕込めるやつだったよね、多分ね。だから、これ以上増やせないけど、元から持てるアイテムも結構多めだから、やばい。くしゃみが、また、出る。あ、やべワンパート、ワンアクション。ワンアクション。なんか、ミサイル押してる。飛んできた。おう、近いな。まだいる？そうなんだね。いや、こいつらとまともに戦おうとしなかったら、あっちの樽爆弾でグッドラーク。せいぜい頑張りな。あ、いい役だね。どうしようかな。爆発。なんか上でギャウって言ってる。よし。じゃあ、こっちも暴れようかね。パーリーでも始めようぜ。でっつって、まあ。こんなテンションでやってますけどね。隣で娘ちゃん寝てるから、ね。隣ってのも、ね、まあ、真横じゃないよ。真横でこんなさ、お父さんがさ、ごちゃごちゃ騒がしかったら、それは大変だな。隣の部屋でちゃんと寝てるからね。まあ、真横じゃないよ。さあ、ちょ、地図開く。ああ、美味しくいただかれてる。獣臭するやつは嫌いだよ。はい、でなんかどっかから撃たれてる。おお、目の前にいたわ。あ、いた、刺された。よし、こっちの反撃は素早いんだぜ。なめるなよ。あ、ちょっと待って。あれ、あ、振り向けたで狙い撃ちなら負けない。シュドン。もう一発シュドン。オーケー。あれ、まだいる？デーハーな花火。デーハーな花火。なんかどっかいるね。どっかに。あれ？
消えたな。前回あの DLC が販売する前に振り返りプレイっつってここをやってた時になんか宝箱がなんか地図上あるからそれを探してんだけど一生見つからなくてあれどこだどこだみたいなことを言ってたんだけど、まああの無事にねここじゃなかったってことが分かった時に恥ずかしさね。よいしょ。でこっち向かってってとりあえずゲートいつでも開けるように。オープンゲイツ。オープンゲイツはおかしい。おおおおおお。近いね。近い。え、そこから飛んできた。ああ、そこからか。超悪力頑張る。おお、いや、美味しく抱かれてる。反撃っすー。そんなもんダイナミックに。でも、わざとダメージを食らいに行っているっていうところは正直ありますよ。なぜなら薬液がいっぱい余ってるので、薬液ちゃんが回復や。はい。あ、頭が残酷にもちぎれてる。オッケー。ご苦労さんでございます。まだ来るかな。あ、いるね。おーおーおーおお。派手なパーティーだ。よし、登っていって。こんだけカラスがいたらね、なんか何匹かこう撃ち落とされたりしないのかなって。おるけどね、近いんだよね。まだいるな。どう？はい。じゃあこれで、ガチャポンと。これやってる間ってなんかライカンの動きでも止まってるのかってくらい、なんかライカン来なかったりするけど、来たね。めっちゃ来てたわ。まだいる？あ、飛んできたの。後ろから飛ぶ。こいつ、弾が効かねえだろ。そんなバカな。そんなやつに対しては派手にしねえ。特製マギー玉。これまだいるかな。もう声はしない。なんか思った以上にあっけなくここまで来れたけどな。なんかもうあれもうちょっといった気がしたんだけど気のせいか。まあでもこんだけダメージを食らってるからいけねえとか言うクソもねえよな。え、こんだけダメージ食らってんのお前、そんだけ無限武器使ってんのにさ、ど下手じゃねえって。あれちょっと拾えた今。え、拾えんだ。どうやったの。あれか。ハイゼンベルクの。これなんか、適当にやったらさ、カラスに当たったりとか。無理か。そう、ああ、なんか、花火が打ち上がってるね。あーなるほどね。こいつらはモニュメントみたいになってるから残念ながらめっちゃ弾飛んでってるけど当たらないのか。ねえ、だってここ普通に当たってるもんね。ライカよりも硬いカラスがいたね。ということでいないので、まあこのまま進みたいところなんだけど、こっから進むと今度セーブポイントっていうのがね、なかなかね、森の砦でホグワーツ4つっていうのもさ、そのレイヴンクロウとかさ、グリフィンドールとかみたいな感じでさ、もう完全になんていうの、あのハリーポッターを意識してるしさ、ねえ、でなんかそれぞれボスがいて、でボルデモートが来るみたいな、そんな感じだったりするよね。はい、ということで、まあ、多分今回短いパートになっちゃったのか。じゃあちょっと雑談でもしながらなんかクッキングタイムでもやる。そんなことを求めてる人なんかいないかね。なんかでもここら辺捨てれたらいいんだけどね。なんか無駄に相手を、あー、これはめてくんのする忘れてた。はめするの忘れてた。じゃあ、どうしようかな。一個でもちょっと作っとく。まあ、ここら辺あったって仕方ないしな。回復薬めっちゃ作ってみる。あー、でもこれいっぱいあるしな。パイプ爆弾で戦うたびにでもしてみっか、今回な。うん。それありだな。よし。じゃあ、いや、ちょっと待って。これにしよう、やっぱり。作れるだけ作っといて。あ、これもスクラップ B がいいのか。じゃあ、スクラップ B が、ないとダメだから、なんかこれを、こっち一個だけ刺しとこう。で、ハーブ、薬液、ガン、あ、でもここら辺使わないしかな。やっぱ薬液一個だけ作っとくか。無駄に。で、これ作っといて、あ、結構埋まってきたね。うん。よし、オッケー。じゃあ、まあ、区切りがいいところまで来ちゃったんでね、あと次回、ハグリッドを倒すための旅に関しては、まあ、次回パートでね、楽しみにしていただけたらというふうに思います。ということで、チャンネル登録ボタン、え、グッドボタンを押していただけたら励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、また次回パートをお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。